はい、えー、それでは1月7日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます理解学習を実践することの重要性はこれまで、えー、何度となくお伝えしてきましたそして今回は理解学習ができているかどうかの確認の仕方についてお伝えいたしますそれは人に教えるとということです 人に教えることができれば理解している証拠ですもしえ教える人がいなければ自分自身に対して解説をしてみたらいいんですこれならあなたにもできるはずです今日も問い1についてなんでそのような結論になるのか自分自身に解説をしてみましょうそれでは問い1に入ります A は B に対して人の生命または身体を害する不法行為によって発生した損害賠償請求権を有し B は A に対して貸金債権を有する場合 B は貸金債権を自動債権として総殺することができる丸かツかという問題ですえ考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいで答えは総、えー、殺することできませんのでツですねこの問題を苦手とする人、えー、多いんですけれども理解すれば簡単です 人の生命または身体に危害を加えた加害者から相殺することはできません。もうこの事実だけ覚えておけば解けちゃいます。で、これ許すとどうなるのか。本問では B は A に対して貸金債権を有しています。つまり、お金を貸した方が B さんで、お金を借りた方が A さんなんですね。でもし、加害者から相殺できるというルールがあったらどうなるか。 この場合、貸主 B が A に対してお金を返さないなら、ぶん殴ってチャラにしてやるよと言って殴ってしまうことができちゃうんですよね。そうすることで被害者 A さんは損害賠償請求権を得ることができるんですけども、B の有する貸金債権を持って相殺することができちゃうんですよね。でそうなってくると、世の中もうおかしくなりますよね。暴力が溢れてしまって、まあ、社会秩序が乱れてしまいます。 だから、これができないようにするために、加害者からは相殺できないというふうなルールにしてるんですね。つまり、本問の場合、B が加害者です。よって、加害者 B からは相殺することはできません。ちなみに、問題文で言うと、A が損害賠償請求権を持っているということなので、A が被害者。被害者は損害賠償請求権を持ちますよね。逆に B が加害者ということがわかります。 まあこのルールっていうのは被害者を救済するためにきちっとお金を払うようにするためのものです。まあ、理解すれば簡単です。個別指導ではこんな感じの解説を行っております。まあ、具体例使ったりとかしていくと非常にわかりやすいですねえ。考え方をしっかり理解しておきましょうで。途中なんですけれども、ぜひグッドボタン押していただければと思います。グッドボタン押していただければ励みになりますんでよろしくお願いいたします。それでは問いに入ります。 宅建業者 A が自ら所有する土地を10区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている A が案内所を設置して、そこで宅建業法第35条の規定による重要事項説明をさせようとするときは、その業務を行うのは、専任の取引士でなければならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。 案内所には1名以上の専任の取引士を置かなければなりません。しかし、重要事項説明をする取引士は、1000人の取引士でなくても構いません。もう普通の一般の取引士であれば、重要事項説明を行うことができます。よって誤りだということですね。まあ、基本的な問題なので解けるようにしておきましょう。えー、個別指導では、普通の取引士と1000人の取引士の違いまで解説しています。しっかり対比して頭に入れておきましょう。では、問いさんです。 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる、宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反したものに対して、その許可を取り消すことができる。丸かツかという問題です。で、答えは、これ正しいですね。都道府県知事は、宅地造成工事に関する許可に、工事の施工に伴う災害を防止するため、必要な条件を付することができます。 ま、不することができるっていうのは、まあ、条件を付けることができると、まあ、言い換えると分かりやすいです。で、簡単に言うと、条件を満たすのであれば、工事を行っていいですよ、ということですね。なので、条件に違反するのであれば、工事は行わないでください、ということです。従って、許可を取り消すことができます。なので、丸ということですね。まあ、これは基本的な内容です。基本的な部分は確実に得点できるようにしていきましょう。 今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。